レター。もうちょっとなんかしっかり、そうやな、しっかり歌ってはる感じしますけどね。こんなん生きったわけじゃないですか。はい、ね、ここからはオープンレックと FM ギグと YouTube の3元中継でお届けしております、はい、いいなと思った方は高評価ボタ ン、そして今すぐにチャンネル登録をよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今回もお聞きいただきましてありがとうございます。さて今回は1987年のオリコンチャートの中から、はい、うん、男性ニューミュージックアーティストのナンバーをね、こう取り揃えてみました。はい、まあ、とりあえずね曲をね紹介していきましょう、はい、今回紹介した曲はボーイマリオネット、うん、で TM ネットワークゲットワイルド、はい、で安全地帯ジレッタイ、うん、長渕剛ろくなもんじゃねえ、はい、久保田利伸 Cry on your smile、はい、いい発音で言いましたね、池田聡濡れた髪のロンリー、はい、うん、どうでしょうかね、あなたはこの時代はなんかこうどんな印象がありますか。そうですね、私この頃、まあ、小学生なのでまだ、うん、はい、それで言うとやっぱりそのアニメのね、うん、主題歌になった TM ネットワークさんのゲットワイルドが一番よく聞いたというか、こ好きよね、好き、まあ、CD 買うならこここれって感じね、まあ、当時まあ、レコードでもあったんかな。いやだから、まあ、いやいや、まだまだまだそんな、まだ小学生なので、はい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 、そんなのね、うん、CD とかレコードとかも買えないので、うん、でもその頃は、はい、昔やったらテレビに近づけて録音してたでしょ。でもこの頃は、うん、ラジカセでテレビが聞けた、あったね、一応、はい、ようになってたんですよ、はい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 、だから録音してました、してました、うん、でだからそのアニメの声がちょっと入ってる、うん、ああそうよね、なるほどねはいはい、はい、最後のあのいいシーンの声が入って、そこからチャンチャンチャンチャチャンチャンチャチャンみたいな感じになって、はい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 、そこをこねらって撮るので、カセットテープなので、はいはい、今みたいにこういらんとこ切るとかできないから、はいはい、こうもうもう待って待っ て、みたいな感じでやってましたね。ね、皆さんどうでしたか、懐かしい思い出ですけれどもね。で多分ね、今の、まあ、目線から見ると、うん、まあ、だからそんな、なんやろ、まあ、一緒くたに思うと思うんですよ、世代も何もかもね、はい、思うけど、でも当時からすると全然世代が違ってて、そうか、まあこの中ではやっぱり長渕剛さんがやっぱり70年代、まあ、実質80年代だけど、そうですね、フォークの、だからうちの母親なんかも聞いてたぐらいですからね、だから本当によう生き延びてるなぐらいの印象ですよ、うん、でこの70年代から80年に入るそのフォークのね、はい、ブームがあって、まあ、さだまさしが関白宣言ね、うん、大ヒットする、それからチャゲアンナスカがね、遠く遠くでギターで行くんで、はいはい、ガンマ愛はかけろとかね、うん、やっぱりなんかこう大学生ぐらいの男子がそのギターで、うん、まあ一人ないし二人でこうギターかけ鳴らして歌ってデビューするみたいなのが、まあ70年代の名残ですよ、それね、はい、でヒットするんやけど、それがわーっとヒットしたらこれからこう俺の時代かと思ったらその瞬間に終わってしまうけども、そこね、うん、ほんでせっかくデビューしたのにそのまま消えていく人が山ほどいて、はい、ほんで残った人もなんかこうね、路線を変えないと生き残っていけないと、ロックブームが来てしまったので、うん、はい、で生き残ったのが、まあ、例えばそのアルフィナガンでもそうやし、うん、そのチャーガンのアスカもそうやしっていうと、うん、で長渕さんなんかも結構試行錯誤するわけですよ、うん、あれね、すっきです、すっきですっていうね、あの感じはちょっともうあかんなということで、はいはいはい、ではロックシーンはどうなってたかというと、はい、まあ、ロックも70年代から来てるね、例えばそのまあカイバンドとか、うん、まあ、モッズとか ARB とかちょっと硬派な、うん、コンサート見に行っても男ばっかりで、はい、革ジャン着てて、うん、なんかトゲトゲの砂はめてて、ちょっといかつい感じね、はい、チャラチャラした格好で言ったら殴られるみたいな、ほんま怖かったんで。でも確かになんか黒、うん、ね、このボーイがね、はい、今回ヒントの曲で聴いていただきましたけれども、うん、すごく皆さん 黒一色みたいなね。ね、ボーイってやっぱ売れるまで時間ね結構かかってて、うん、そのボーイはその70年代か80年代のパンクロックの影響を受けて、デビュー当時がね結構とんがってたっていうのはみんなご存知ですかね、はい、でそれでは全然売れなくって、うん、ね、どうしようかってなった時に、うん、当時そのイギリスで流行ったニューウェーブね、はい、のサウンドをやろうということで、ちょっとビジュアル、今で言うビジュアル系走りっぽい感じね、やっぱりあれですかね、布袋さんがギター上手やったので、そう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 、ね、パンクにじゃなくてもそうそうそう、ね、やっていけたっていう、でもう一つは氷室京介が男前やったっていうね、あかっこいいもんな、あれがいわゆるほんまにただこうこわもてやったら、はいはい、そうなれへんかったけど、はいはい、やっぱ男前やから、はいはいはい、ね、当時そのイギリスの、まあ、デュラン・デュランとか、はい、ジャパンとかってああいう、こうビジュアル系グループ、うん、まあ
感じは男前の人がちょっと化粧してさ、うん、ちょっと中性的な、あのこう少女漫画に出てくる謎の美青年みたいな雰囲気をやろうって言い出したことに対して日村さんが多分抵抗なかったのよ。なるほどね。抵抗する人もおるやんか。はい、そうですね。でもまあ例えば岩井清志郎なんかも化粧してたし、モッズなんかも化粧してたんで、うん、そこ割とこの80年の時は抵抗なくって、まあ、化粧って言ってもね、そこまでなんかこうね、そうそう、別にね、うん、あの何やろ、ニューハーフっぽくするわけじゃないからさ、ないからね、ちょっと目、うん、なんかブルーとか入れてとかぐらいからね、ほんでちょっとおしゃれになって、うん、やっぱりそのニューヨークじゃない、当時ロンドンやな、こうニュー、うん、ヨーロッパっぽいサウンド取り入れて、うん、大ブレイクしますっていうことで、うん、で年齢層もだからちょっと高めなんだね、ボーイのファンって。うーん、当時の18歳以上みたいな感じ、はい、でそこからまあ大学生20歳20歳以上に対してファンがあるという、うん、そのねこうちょっとこうロック好きから、うん、ライト層までファンを取り込んで大ブレイクしたわけですよ、うん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 、でコアのロックファンから、はい、かっこいいっていうね、うん、ヒムロック素敵とか、ヒムロックは素敵ですよ、ね、っていうのであんな爆発的ヒントになりましたと、うん、はい、で完全自体は全く違う文脈で、うん、いわゆるそう本当に大人のフュージョンの二の要素のバグマンですから、うん、こんな拳振り上げるロックとか全然関係なくって、はい、大人が聴ける AOR って言うんですけどね、そういう、こう歌謡ロックとまだ語弊があるけど、うん、まあ、ニューミュージックと言っていいような、うんうん、でそこからいわゆるちょっとどっちかというとニューヨークっぽいサウンドを目指すようになるわけですよ、玉木さんがね。でやっぱり玉木さんの歌唱力ってズバ抜けてるじゃないですか、ね、だからやっぱりそこでそういうこうああいう感じの曲って誰でも歌えるってもんじゃないでしょ。で、あの雰囲気って、まあ、よくモノマネでそうやってちょっとね、うん、誇張されますけど、うん、でもやっぱりそのなんやろ、あの声量やのにあの息の量みたいな、あの手法はやっぱり玉木さんじゃないと、うん、ね、うん、ほんでね、ああいう歌い方の人って結局バラードに行くんやけど、もちろんバラード絶品になるんやけども、はい、そのバラードじゃない曲で例えばそのワインレッドの心も、うん、バラードほどではないやんか、はい、かつうるさいロックでもないし、はい、みたいな、本当に幅広い年齢層に、特に大人のお姉さんがね、うん、聞くのにぴったりみたいな、うん、そうですね、ちょっとやっぱり年齢層高めですよね。そうですね、もうまあ、年齢層高めって言っても20代後半とかでしょ。そう、うん、もうだから10代、まあ、やっぱり20代後半から30代、まあ、40代ぐらいまで全然抑えるやんか、うん、安全地帯なら。そうです、ね、ファンいましたよ俺の、はい、中田知光平のお母さんなんかファンですね、だからそこを抑えますと、はい、でその辺がだからこうね、ちょっとこうベテラン勢というかこう、ね、熱いファンがいる中でのニューフェイスがその、TM ネットワークだったわけですよ、はい、で TM ネットワークってだから、うん、あんまり知らないでしょ。どっちかでもその小室さんがソロになってからとかグローブとか TRF とかプロデューサーのイメージがあって、うん、全然その TM ネットワークのイメージはどんな感じがある？TM ネットワークうつさんですよ。ははは、ボーカルとしてはね、うんうんうん、だからバンドとしてのイメージですよ。どんなコーラがファンになってたかとか誰が聴いてたかみたいな。あ、中高生だから完全に私がドンピシャなんですよ、うん、TM ネットワークって。うん、だから小室さんがそのプロデューサーになってどうのこうのっていうより前から、うん、その解散する前でそのうつさんがソロになった時にちょっと驚きがあったりとか、それを全部私は見てきた世代です、はいはいはい、どちらかというと、はい、うん、これはどういうことかというと、そのだからまあボーイとかバービーとかと同世代なんやけれども、はい、うん、そのギターロックってちょっとやっぱりほらとんがってる感じで、なんか髪のプツンツン立ててて、ちょっとこう過激なっぽいイメージは売りやんか、ロックのイメージ ね。で言うと、そういう応援してる人からすると TM ネットであんまりギター目立てなくて、うん、なんかシンセ置いてなんかこう、うん、チャラい感じがすごく僕らからしたわけですよ。でそれこそ女子供が聴く音楽やみたいな。でちょっとね低く見てたの、ボーイとか、うん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 、もうちょっと上のねファンからするとロックファンからするとって言って、でちょっと肩身狭いもんしたと思うのよね、はいはい。でもそこを逆にそこがそのアニゲッターだからのシティハンターの主題歌に選ばれた理由でもあるわけよね、うん、ああまあまあその見てるそのアニメを見てる世代に合わせるみたいな。そうそうそう、音楽的にもあんまりギターグイグイとかボーイとかが来るとそっちに買ってしまうから、はい、それよりかああいうちょっとこうねやっぱり都会的なちょい近未来までいかへんけど、うん、そうですね、そういうこと感じさせるのはちょうど良かったし、うんうん、そのファンも住み分けが済むわけやんか、はい、だからそこで子供のファンを掴んだのが、うん、後に90年代を生き延びたわけですよ、ね、あ、そうですね、確かに、ね、でその子供たちがあなたの世代がそのまま18歳になって20歳になって、うん、同じように小室哲哉の、ね、ファンも育ってきて、その
プロデュースした時に一番馴染みがあるわけやんか。そうですね。ああいう新作だから安室奈美恵さんとかドハマりしましたよ、私たちの世代はね、うん、だからまあ、 よくその捨てる神あれば広神じゃないけど、うん、そのロックブームの時はちょっと TM ネットワークってちょっと格下に見られてたけど、うん、そこでちゃんとその下の世代のファンを掴んだので、うん、90年代以降にね、うん、それが実を結んだというね。なるほど。でボーイは逆にここでピーク来たのでもう解散せざるを得なくなったみたいな。そうですね。だから私ボーイとか聞き出したのって、うん、解散してからですね。ああね、短かった。氷室さんが売れて、氷室さんかっこいい、うん、あボーイも聞こう、うん、みたいな。伝説のバンドかみたいなね。そうそうそう、なんかそんな感じのイメージですね。そうね、あの、まあ、あの少ないから聞けるからね、全部聞くとね。そうですね。ベスト版1枚あれやなとか全部ですね。そうですそうです。はい、あの入りやすいよね、うん、これが例えばこうベテランバンドになってくるとね、うん、なんか何十曲と知らなあかんみたいなこと、ね、ちょっとあれってなるけど、ね、はい、まあそんなのこうちょうどここが、まあ、羽坂駅で、はい、来たるべき90年代に向けてのこう、ね、入れ替わりです、うん、そしてあのその中で新入フェーズが久保田俊信とその池田聡というね、はい、いわゆるそのロックとは違う人たち。そうですね。もうここはなんかすごい完全にほんまにニューミュージックっていう感じがしますね。ね、じゃあロックを聴かない人たちが聴く音楽ですよ。ね、ここからだから大江千里さんとかも例えば、ね、なんか ここのグループに入ってくるわけですよ。うん、中西敬三さんとかね、そう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 、うん、がこうここのグループに、そうそう、もうこれからね、そう、あの高野宏さんとかさ、入ってくる後に、もうどん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 ここのグループがこう人数が増えていくっていう。これ、ね、これがそのバブルになった時にデートに聴くための音楽が必要になって。うん、でそれは大体洋楽聴くとおしゃれってなるんやけど、やっぱ洋楽ってさ、はい、ちょっとハードル高いから、うん、日本語の歌で、うん、でもそんなガチャガチャうるさくなくって、うん、ムードがあって、うん、あの女の子口説くのにちょうどいいっていうね、はい、ドライブ、ね、乗ってる時とかにね、そう、うん、っていうのが今まだこのね、だいたい10万枚いくかいかんかやけど、これが後にバブルに向けてどん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 こう増えていって、うん、後にね魅了せるだけになるというね、はい、そんな時代が87年でした、はいはい、で来週はまた女性にターンに移りますので、はい、ご期待くださいということで、うん、ここまで聞いていいなと思った方は高評価ボタ ボタン、そして、今すぐチャンネル登録お願いします、はい、最後までお聞きいただきましてありがとうございました。次回以降の動画でお会いしましょう。ではでは、バイバイ。